アイテム番号 SCP-268JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル。警察、消防、医療機関から収集された情報から SCP-268JP A の条件を満たすと判断された人物はすべてリストアップされ、その動向が監視されます。該当人物に不審な失踪などが見られた場合、財団エージェントが調査と SCP-268JP の回収を行い、目撃者が存在した場合には記憶処理を施しカバーストーリーを適用してください。SCP-268JP A の条件を満たすレベル1以上の財団職員に対してはその職務、権限に関わらず当該オブジェクトの情報が開示され、特性の把握と遭遇時の報告が義務付けられます。回収された SCP-268JP は 1.0m×2.0m×1.0m の専用ケージにそれぞれ収納した状態でサイト81の収容室に収容されます。SCP-268JP の過失内容はすべて記録し、SCP-268JP A の出現が確認された場合には検査の後に規定の手順で処理してください。特異性を喪失した SCP-268JP は収容室から撤去され、同サイト内の安全保管ロッカーに保管されます。現在、口述のプロトコルヴィラン268が当オブジェクトへの対抗措置として実施されています。説明。SCP-268JP はタイトルとおぼしき一文が刻印された黒の革表紙と計測不能な枚数のページで構成される複数の書籍です。現在までに財団は計札の SCP-268JP を収容しています。SCP-268JP は、他者が命を投げ打つことで救命された過去を持つ人物の前に無作為に出現します。以下、救命された人物を SCP-268JP A 救命を行った死亡者を SCP-268JP B と表記。出現時点の SCP-268JP には、SCP-268JP A を想起させる表現を救った、SCP-268JP B を想起させる表現の英雄譚といったタイトルが刻印されており、内部は初めの数ページに序章と題され SCP-268JP A が SCP-268JP B に救命された経緯が簡潔に記されている以外は白紙となっています。SCP-268JP が出現するタイミングは救命の経験から数ヶ月から数十年までと規則性がなく、SCP-268JP A の条件を満たす人物の膨大さも合わせてその特異性の発露を事前に防ぐことは極めて困難です。SCP-268JP に SCP-268JP A が接触した場合、SCP-268JP A は直ちにその場から消失します。消失している間、SCP-268JP A がどこに存在しているのかは判明していません。以降 SCP-268JP には24時間経過するごとに一つずつ新たな章が瞬時に追加されます。その際 SCP-268JP が一定以上の損傷や汚染を受けていた場合新品の状態に回復するという特性を示すため、オブジェクトの破壊や焼却は無意味です。追加された章に綴られている内容は例外なく SCP-268JP A が危機的状況にさらされた状態で始まり、それを前にした SCP-268JP B が命がけの救命を行うかの選択を迫られるというものです。この際登場する SCP-268JP A は消失時点の姿と記憶を有し、SCP-268JP B は死亡時点の姿と記憶を健常な状態で有しているように読み取れます。SCP-268JP B が行動を起こした場合は状況に関わらず救命は成功し、SCP-268JP A は生存しますが SCP-268JP B は例外なく死亡します。
小波 SCP-268JP。B とその行為に対する称賛で締めくくられ、事象では前章と異なる危機的状況が展開し SCP-268JP。B は再び選択を迫られる。というサイクルが繰り返されます。なお文中の言動から SCP-268JP。B のみ以前の章の記憶をすべて持ち越していると考えられています。また作中には警官、医者、監修といった人物も登場しますが、それらは一定の言動を繰り返すことしかせず、良奈が対話を試みるも失敗する描写が散見されます。SCP-268JP。A が地下鉄のホームから転落する。SCP-268JP。B がホームに押し上げ救命するが、自身は直後通過した列車と接触し死亡する。SCP-268JP。A に向けて鉄骨が落下する。SCP-268JP。B が突き飛ばすことで救命するが、自身はその下敷きとなり死亡する。SCP-268JP。A が増水した河川に流される。SCP-268JP。B が飛び込み救命するが、自身は力尽き濁流に飲まれ溺死する。SCP-268JP。A、SCP-268JP。B の両目が山中でガラガラ蛇の毒に侵される。SCP-268JP。B は所持していた一人分の血清を SCP-268JP。A に与え救命するが、自身は死亡する。SCP-268JP。A は拳銃を所持した暴漢に捕まっており、暴漢は SCP-268JP。A の解放条件に新たな人質を差し出すことを要求する。SCP-268JP。B が人質になることを申し出て交換が行われるが、最終的に射殺される。SCP に似た外観と特性を持つオブジェクトにより SCP-268JP。A が、編集済み、を受ける。SCP-268JP。B は、編集済み、することで救命を行うが自身は、データ削除、となって死亡する。消失から不定の期間を置いて、SCP-268JP の傍らには様々な要因によって死亡している SCP-268JP。A が出現します。その際 SCP-268JP に追加された章は最終章と題され、SCP-268JP。B が救命を諦めたことで SCP-268JP。A が出現した死体と同様の要因で死亡する様子と、それを見届けた SCP-268JP。B が、霧のように消滅する、様子が記述され完結しています。また表紙のタイトルは SCP-268JP。B を侮蔑する一文へ改題されており、これ以降 SCP-268JP はあらゆる特異性を喪失します。現在 SCP-268JP と SCP-268JP。A との接触のリスクを軽減させるための手順としてプロトコルヴィラン268が制定されており、財団のフロント企業である。出版社に SCP-268JP のデザインとタイトルを模倣した書籍をシリーズ化させ不定期に出版、発売を行っています。その論述中には様々な救命行動の実例を挙げた上で救命したもの、されたものを徹底して批判、侮辱する論調を展開させており、これは各地で多数の民事訴訟を引き起こしました。現在このシリーズは忌避すべき問題作として世間に認知されており、これにより SCP-268JP による被害発生件数を約 15% 減少させることに成功しています。SCP-268JP-17 SCP-268JP-A 26歳女性2年前に肝がんの治療のため SCP-268JP-B から肝移植を受け救命される。SCP-268JP-B、享年32歳。男性。SCP-268JP-A の実刑。
肝移植の手術の後、合併症により死亡。表題。病魔に苦しむ妹を救った。心優しき兄の英雄譚、解題後。たった一人の肉親を見殺しにしたクズ野郎の物語。内容。全96章。最終章で SCP-268JP。A は大型車両にはねられたことによる内臓破裂で死亡する。SCP-268JP。42、SCP-268JP。A。11歳男性。SCP-268JP。B の実施。SCP-268JP。B。享年29歳。女性。SCP-268JP。A の出産時。胎盤剥離により母体か胎児かの選択を迫られるも出産を決断し死亡する。SCP-268JP。A が自身の息子だと認識しているように見える。表題。まだ見ぬ我が子の命を救った。愛深き母親の英雄譚、解題後。無情なアバズレの息子として生まれたがために泣き叫びながら燃え尽きた少年の悲劇。内容。全127章。最終章で SCP-268JP。A は炎上する家屋に閉じ込められ焼死する。SCP-268JP。79、SCP-268JP。A。34歳男性。8年前に派兵先の、にて敵襲を受けた際 SCP-268JP。B に救命される。SCP-268JP。B。享年37歳。男性。SCP-268JP。B を銃撃からかばい死亡する。表題。未来ある若き兵士を救った。尊敬すべき上官の英雄譚、解題後。死に瀕する部下を我が身可愛さに見捨てた腰抜けのお話。内容。全186章。最終章で SCP-268JP。A は輸血を受けられなかったことで失血性ショックにより死亡する。SCP-268JP。106、SCP-268JP。A、8歳女性。6年前に現在 SCP に指定されているオブジェクトに遭遇したことで、データ削除となるが、SCP が無力化したことでその影響から脱した。SCP-268JP。B、享年20歳。エージェント、佐久間、2000年。SCP の回収任務中に殉職。しかしその直前、かの起点により一時的な無力化に成功しオブジェクトは収容された。なおエージェント、佐久間は SCP-268JP。A の条件を満たすとして SCP-268JP に関する知識を有していた。表題、婿の幼き少女を救った。忠勇なる財団エージェントの英雄譚、解題後、内容、現在戦、勝、追記、エージェント、佐久間はショーが始まると同時に何かを叫ぶ様子が毎回記述されているが、その発言内容は全て検閲されている。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。